全国遺跡報告総欄は、独立行政法人国立文化財、機構なら文化財研究所が運営する、日本国内の遺跡の発掘調査報告書を、PDF 形式で電子化し、インターネット上で検索、閲覧できるようにした、機関リポジトリシステムである。文化庁によると、遺跡は、日本全国におよそ46万箇所存在し、毎年9000件ほどの発掘調査が行われている。 遺跡の多くは発掘調査後に土木工事などにより消滅するため、その報告書は現地に保存できなかった遺跡を紙面に変えて記録保存したものとして遺跡に代わる公的性格を持ったものとして位置づけられ、考古学の研究や歴史教育における貴重な資料として役立てることができる。しかし、報告書の発行部数は1遺跡につき300部程度であり、 調査された遺跡のある地域周辺の図書館や国立国会図書館など限られた施設にしか所蔵されていないことが多く出版界にもあまり出回らないため図書館界では入手閲覧が困難な灰色文献とされている全国遺跡報告総覧はこのような利用しづらい発掘調査報告書を著作権等の問題をクリアしたものに限りインターネット上で公開することで 学術研究者だけでなく一般人に至るまで誰でも閲覧可能とすることを目指している。PDF の全文データはないが、刊末の小録情報を登録したものもある。解説以来その閲覧数は増加し続けており、2013年度には約30万ダウンロードを記録した。文化庁は埋蔵文化財の保存と活用に効果的であるとして、地方自治体や研究機関に 積極的な参加と報告書データの提供を呼びかけている。2021年4月1日現在で、書誌登録数88,085件、PDF データがある、書誌登録数27,782件、小録登録数135,690件を記録している。遺跡名や遺構、遺物、時代名、調査組織名といった、 キーワードを入力し検索すると全国の発掘調査報告書の中から関連性の深いものが抽出される。ダウンロード機能がついたものであれば報告書全文をダウンロードし保存することも可能である。2021年4月26日、名文献は全国遺跡報告総欄に登録された観光物、 動画、論文などの隠しコンテンツを Wikipedia の出展情報として正確に、かつ書式に従い効率よく引用できるようにするため、引用時にコンテンツ表記を自動表示するアイコンを解説した。これにより Wikipedia の主に遺跡や考古学に関する事項を編集するユーザーは、執筆においては発掘調査報告書を参照し、出展として引用したい場合には、 書誌情報を迅速にコピーペーストできるようになった。ありがとうございます。